ロストライクに戻るんだ。北に行ってブーザーとリッキー、マイクを助けないと。サラのことは助けられないが、あいつらなら。本当にすまないサラ、でも俺は絶対に諦めないからな。まずお前のところに戻って何とかする。北に行くにはセンティアムハイウェイがいいか。もう通れるし一番早い。サンティは北だからこっちだな。検問ってこんなのなかったろ。他に道は。おい、よし、こんなもんだろう。検問ってこんなのなかったろ。他に道はないな。
仕方ない、どうかあんと行くか。
おい、ブーザー、聞こえるか？返事をしろ、ブーザー。ディーク、そいつをこっちへ持ってこい。アーリー、怪我人を運べ。ブーザー、生きてて何を、お前の助けがいる。中に運べ。たく、急げってんだ。気をつけろ。あと少しでそっちに行く。ブーザー、スキッズに気をつけろ。お前のことを狙ってる。マイク、リコ、スキッツが、あんたは死んだって言って。おい、お前ら、あいつら、逃げるぞ。奴らを追うぞ。スキッツはどこだ？誰か見てねえか？やったぞ。俺たちの勝ちだ。キッズはどこに行った？みんな探してるが、どこにもいない。早く、行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。ああ、リコ、よかった、来て。リッキー、どうした？アイアンマイクが撃たれた。いや、何サボってるんだ。釣りでも行かないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか、お前の嫁さんを。見つけた。外にいる。連れてきたのか。ああ、あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そら、よかった。よかった。会ってみたい。お前が、そこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。マイク。マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しない。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を使ってこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。こんなことを言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい！いいから黙れ！これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。
なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢いやがる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら喋るな。静かにしなって。ここを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない。ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか。ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。これって、ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする。サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの。サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができればその隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイクたちはこの戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする。乗るに決まってんだろ。そっか。でもあたしらだけじゃ無理。そうだな。他に来るやつがいたら一緒に南ゲートを叩け。爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな。オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。